わたるくんからしたらさ、例えば10代の子たちにさ、こういうこと伝えたいなとかさ、思いっきり今好きなことを思いっきり集中して思いっきり遊べば、いつかそれが形になるんじゃないかと思うから、思いっきり遊べって感じですよね。遊べって、みんな海に来い、ね、わたるベース、いーほー、出た、やっほー、ほっぽ。今からちょっといつもお世話になってるサーフショップにまず行って、ウェットスーツを新しいのあげるって言われて、でそれを今取りに行きたいのと、行ってからそのまま行きましょう、竹を拾いに、竜竹を、竜竹、はい、天気もまあいいね、ちゃんと晴れて、風がちょっと強いですけどね。そうだな、これ風が止んでたらもう言うことねえんだけどな。この間来た時はやっぱこうやって歩道をさ、サーフボード持って歩いてる人とか結構見たじゃん。はいはい。いや今日やっぱ一人も見ないもんね。今日波が多分良くないからあんまり歩いてる人が少ない。まあでも今日は残念ながらできないという。いやできるんじゃないですか。無理だよね。で一回サーフショップ寄ります。ここですか。え？キャンピングカー。そうですね。ボンドサーフ。はい。めちゃくちゃいい。お邪魔します。すいません、お邪魔します。今 YouTube 一緒に番組いいね。はい。やってて、もうハルさんをこのもうボスと呼ばせていただいて、はい、18ぐらいからずっとお世話になってて、そうなんですよ。サーフィンもずっとハルさんに教えてもらって、はい、でこのラッドっていうのがハルさんが作ってるサーフスーツのブランドなんですけど、はい、もうこれをずっと昔から自分が着て、はい、サーフィンやらさせてもらってます。はー、それで、はい、渡るのができたから、はい、取りにしてもらった。それなんかオーダーメイド？そう、大体オーダーメイド。うん、これね。うわ、マジっすか。ほら、あ、めっちゃかっこいい。いい。これがね、ちょっとテストであれだけ1、2回したやつ。あ、本当っすか、うん。めっちゃ新しい。すげえ、めっちゃ最高。うん、これはあったかいわ。それも良かったら。え、マジっすか。うんうん、あ、じゃあもうそろそろ全部持っていっちゃいます。はい、じゃあハンガーは返してもらっていいですか。あ、わかりました。それが出しないね。別になくなっちゃうから。持ってくってどういうことですか。一応提供していただいてるっていう。はい、へぇー。ウェットスーツスポンサーでございます。そうか。ありがとうございます。やった。何撮ってる。流木の竹バージョンのやつを拾ってきて、でそれで今立てようとしてて、なるほど、できたらぜひ。行こうかな、はい、一緒にそこでそこで、はい、まったりしましょう。あれだね、はい、BBQ だね。 BBQ しましょう。冬の BBQ 最高じゃん、はい、ちなみになんかそういう建てるのになんかお詳しい方とかっていらっしゃいませんか、うん、いや何にもなく進めちゃうんですよ、うん、設計も何もなく、うん、まあバイブスで、そうそう、はい、でもそれがいいんじゃない。それそれの面白いよ、ね、篠宮はそういう街だね。はい、自分のボスなんで、やっぱボスもやっぱ言ってること同じだな。それがいいっすか。そう、正解なんかないから。すいません、申し訳ないです。なんかみんな真面目すぎんだよ。本当ですわ。だってサーフィンのな、サーフィンでこう波に乗るじゃない、これ自由なんですよ、どうしようが。はい、自由。その人が乗った波の、はい、その人の正解なんかないじゃん。なるほど。だからそういう感じなんじゃないの。じゃあやってみようってことですね。そうだね、見ましょう、とりあえず。すいません、何でも楽しんだ方がいいよ。そうですね、わかりました。そう、今日は朝行ったんだけど、はい、目に入ってなくて。あ、マジっすか。今日できるんですか。こっちはね、風が悪い。なんかやらされる気配がすごい。あ、一回も取れないんですよ。でもあそこだったら堤防あるから。本当大丈夫。テストしか出てこない。タワーは大丈夫と、はい、やってみよう。最高。最高。その2つで。とりあえずやってみようみたいな。アルさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、ニューウェットゲット。これで冬場をしのげる。ねえ、冬って何月まで入ってんの？いや、もう全もう年中。関係ない。はい、関係ない。1月とかってめちゃくちゃ冷たいでしょ。そうさ。それって常にもう寒いってこと？寒いですね。水も冷たいし、はい、こっちの太平洋の水って水温は2ヶ月前の水温なんですよ。今10月ですけど8月の水温なんですよ。だから暖かい日は結構多い、水温は。外気がもう超冷たい。で12月ぐらいになってくるともう10月の水温だからもうどんどん冷たい。1月とか2月がもう真っ冷たいです。もう頭に水かぶるだけでもうかき氷一気に
20杯ぐらい。うわ気持ち悪くなってくるらしいです。それぐらい寒い。でも好きだからもう寒かろうがやっちゃうっていう、雪が降ってようが嵐だろうが波があれば波に押される感覚、うん、大ちゃんにもそれがすごい分かってほしくて、お波のそのボードの上に立つとかじゃなくて、うん、波に押された時の感覚すごい気持ちいいですよ。でやっぱ波って同じ波来ないんですよ。それもまた深いですよ。1日1回しか来ない波、うん、でもう過ぎ去ってしまったらもうそれを捕まえることはできないんですよ、うん、その日で出会う波に乗るっていう、もう二度と同じ波で乗れないんです。でそれもまたすごいいいなって思います。ナイスナイス、いいね、いいね、綺麗、いい、オッケーオッケー、これはいい。でもこれびっくりするよ、何かが始まったって感じがすごいする。ここに来てこれを見た人は、お渡辺君今な何を思ってるの。いやーサーフィンできるかなと思って。できるかなってのはどういうこと。波をこう見て教えられそうな波だったらすぐできるなと思ったんですよ。ちょっと見に行ってみます。海下に見るだけ、見るだけ行きましょう。もう時間も時間だしね、時間も時間、もう日も沈んじゃう。そうそうそう、それもやっぱすげえ怖かったな。近い方が怖いですね。下が波すごいじゃん。めちゃくちゃ寒いんだけど、そしてねえ、めちゃくちゃ高くないですか。でも何を思ってますか。いや入って乗れなかったら最悪だなと思って、はあ、乗れる波が来てればいいなと思うんですけど、結構難しいかも今日のコンディション的に。入るだけ入ってみてこうボードに押される感覚とかそういうの掴む分にはいいけど、しっかりこう立ってっていうのは結構難しいかもしれない、はあ。うわすごいな、な、うわめちゃくちゃすごい。これサーフィン無理だろこれよくいけるねこれ。ちょっとやります、着替えて30分ぐらい、はい、ギリギリそこだったらできるかも。その白波が立ってるあの辺だったら、ここはちょっと波がない。ちょっとやってみます、できるかできないか分かんないけど、やってやるよ。よっしゃ行こう。渡さんのボード、これはもう借りてきました、はい、はい、スポンジボード。これはもう当たっても痛くないし、そうそうそう、あーなるほど、安全にできる。まずこれを、これワックス、ちょっと滑り止めです。わあれちょっとこれちっちゃいんじゃないね絶対ちっちゃいよこれ。ちょ、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 あー、でもあったかいな。はい、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 はすげえ。おお。大丈夫？これ映画見てたの。大丈夫なの？恐怖心ってものないのかな？彼に。お。これで。おお。すげえすげえ。これで呼んでます。
ちょっと待って、呼んでますじゃない。最後の姿になるかもしれない。揃えてください。いや、怖っ、くわっ、あー、あ、でもな、あー、スリップじゃない俺の大切な片身になるんですから、これ。あ、でも、そこまでに釣れたくないですね。あら、あー、やりますか。今高く舞い上がる見上げる空に箱に登り叶う
肌の層